はいどうも、ヘビフロッグと申します。というわけで今回はこの実験のために管理していたナメクジが勝手に産卵したので、今回はそれを動画にします。ナメクジを入手してから何週間か飼育していたんですけど、特に特別なことをしたりオスとメスを合わせたりしていないのに勝手に卵を産んでしまいました。それがこのナメクジです。今はプラスチックのケースの中に入っているので、これを開けましょう。かなりたくさん産んでいますよね。それでは早速観察していきましょう。お、母親が卵の方を見つめています。まるで僕から卵を守るかのように卵の前に居座っていますね。このナメクジはヤマナメクジという山に住んでいるかなり大きなナメクジです。かなり大きいのでいるとびっくりします。ただね、こいつかなり小さいんですよね。これが僕の小指です。長さはだいたい 3.5 センチぐらいしかありません。こんな小さなナメクジがこんなたくさん卵を産めるのかと疑問に思ったはずです。このヤマナメクジという種類は10センチを超える大型のナメクジです。大きいもので15センチくらいのやつもいるんですよね。ただ卵を産むごとに体がかなり小さくなっていきました。小さくなってまるで普通のどこにでもいるナメクジのようになっています。さっきからずっと卵の近くにいるのが可愛いです。動画の冒頭でも言ったんですが、特に卵を産ませようとしていないのに勝手に卵を産みました。これがどういうことかということなんですが、実はナメクジは単位生殖ができます。僕たち人間などの生物はオスとメスが交尾をしなければ子供は生まれません。ただこのナメクジは一匹でも自分で受精して生殖が可能なんですよね。つまり自分だけでどんどん自分のクローンを増やしていけるということです。このヤマナメクジも単位生殖をすることができるとも言われているので、入手する前に交尾をしていないのであれば自家繁殖したということです。いやー、素晴らしいですよね。自分で自分の仲間をどんどん増やしていけるんですよね。これだと嫁がいない方でもどんどん自分で子供を作ることができます。それじゃあ交尾をする必要がないのにどうして交尾をしているんだということなんですが、実は交尾をするというのがとても大事なんですよね。例えば別々の能力や免疫力を持った生物同士が交尾をすることによって、お互いの長所を持った強い子供が生まれますよね。子孫繁栄を有利に進めるには別の血も取り入れた方がいいんですよね。このヤマナメクジも自家受精をするのは稀で、ほとんどは別の個体と交尾をして生殖します。こうやって卵を見ているとまるで白いイクラのようです。醤油をつけて食べたくなります。ただこれは食べてはいけません。ナメクジやカタツムリには関豚充血線虫という寄生虫がいて、その寄生虫が人間の脳みそに寄生して命を落としてしまう可能性があるんですよね。19歳のオーストラリア人がパーティーで友人にけしかけられてナメクジを食べたんですよね。すると数日後彼は髄膜炎にかかり、それから1年以上昏睡状態が続きました。こういった事例もあるので、ナメクジは生で醤油をつけて食べられません。ただ加熱調理すれば美味しく食べることができます。ナメクジはもともとアワビやサザエなどと同じ巻貝の一種なんですよね。要するにアワビを食べれる人はナメクジを食べることもできます。このナメクジの卵も成虫がかなりこの上を通っちゃっているので生で食べることは難しいですが、加熱をしてからなら食べることはできます。右はちょっと白っぽくて透明です。それに対して左は少し黄ばんでいますよね。卵を産んでから時間が経つと左のように黄ばんでいくので、右は最近産んで左はちょっと前に産んだということがわかります。こっち側が最近産んだ卵ですね。それではせっかくですのでもう少し近くで観察しましょう。これがズームしたヤマナメクジの卵です。中身の胚などは見えません。ただ少しだけ中が白くなっていますね。白っぽくはなっているんですけど、まだ生まれる感じではありません。もし本当に生まれてくれるのであれば楽しみです。というわけで今回はナメクジが卵を産んだのでそれを動画にしました。卵を産んでしまったせいか体がかなり縮んで動きも遅くなりました。
もしかすると卵を産んだので弱っているのかもしれないですね。いやー、ちゃんと卵が孵化してくれるといいんですけどね。というわけで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。